内閣総理大臣賞をいただいたときは本当に信じられなくて、審査員の公表でも地域貢献が評価されたと言っていて、私たちの目標にしていることが評価されてとても良かったと思います。これからもこの研究を続けて秋田県を活性化できるように頑張りたいと思います。昨年から始まったキノコの研究のプロジェクトは、私が2年生だったんですが、一から研究を始めました。今はこのようにいい賞をもらっていますが、昨年度から先輩方が遅くまで一生懸命頑張っていました。本当にこのような全国一という内閣総理大臣賞を取れて本当に嬉しく思っています。受賞は皆さんが地域の課題を的確に捉えて、そして自分たちでなんとか頑張っていろいろ研究して成果を出そうという、そういう気持ちが全国でも認められたということで、県の研究委員会としても大変誇りに思って、昨年度から秋田県内に豊富なバイオマス資源を用い、未利用地域資源を活用したキノコの開発を進めてきました。具体的には利用過程において廃棄されている秋田県産の米ぬかや酒粕、規格外大豆などを培地の栄養剤として再利用し、生産コストの低下はもとより安心安全なキノコの生産を目的としています。規格外大豆 50%、 中白米ぬか 25%、 酒粕 25% の組み合わせが最良であるという結論に至りました。